飛べましたか？すごい魔法が出せましたか？全部夢の中限定秘策。生きてることってなんだろうな。生きてる人は怖いからね。触れないものを信じるのは馬鹿のすることと聞きました。できそこないでもいいですか？優しい愛をもらえますか？どうしようもない人間だって夢を語れますか？夢の続きを知りたいのかい？誰も見たことないでこの目を見なさい。それがあなたの望む世界だ。どうしよう、夢の終わりで中に浮かぶ部屋だとしたって嫌なものは嫌なんだろうな。きっと一人もし声が出ない私の中でたどる不幸自慢していいですか？最後までちゃんと聞いてますか？なんでも誰もいなくなった意味がないんですか？夢の続き。